奥土井さんのねメッセンジャーかインスタかね、はい、ツイッターの方で、ね、とかして予約していただけたら、はい、最後に4月19日の金曜日にもイベントがありますが、はいはい、東中野の方で、まあ、あの天空のライブっていうかね、上の方でタワーマンションの上の方で、うん、ちょっと雰囲気のいいところでやりますので、ヘルシー料理のコースがあったり、こっちはジャズですね。ジャズスタンダードばっかりですね。ムーディーな感じです、うん。いい景色を見ながら、お食事の歌を聴きながら、最高な、はい、素晴らしい。皆さんね、あの、行きたいなと思いましたらね、あの奥土井さんのツイッターを探すか、インスタを探すか、はい、メスブックのメッセンジャーを送って、ぜひね、うん、ご参加されてはいかがでしょうかということで、一旦画像をあの落としてもらえますか、のんちゃん。はい。はい。ありがとう。はい。ではね、お時間が前半来てしまいましたので、はい。コーナーはね、一旦ここで終わりということで、はい、CM に入らせていただきますが、はい、後半はどうされますか、奥土井さん。今日はね、お時間は明日がいっぱいいっぱいなんでね、今日はね、ちょっともう、はい、はい、わかりました。ありがとうございました。来月は。来月ね、また、うん、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、CM に入ります。ありがとうございました。ありがとうございます。また、はい、頑張ってください。頑張ります。皆さんもお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。バカランチ。右上らへんじゃない、右上らへんに、右上らへんに普通みたいこっちからあったありましたあげたあげたいい曲だったなね、素敵な曲でしたね、花粉が本当にひどくて、もうちょっとすごい画面でめっちゃ鼻かんじゃってると、もうあれ鼻詰めといてもいいでと、いやーいやーだ、もうこんなって、何も気にせずにめっちゃ鼻かんでたと思って、途中でやばっと思った。仕方ない、あのね、垂れ流すよりかはね、あの坊ちゃんになる、なかなか見れないですよ、鼻かんでる、鼻かみながら配信するなんてきっとね、花粉症の方はね、苦しみを分かってくれるのかなと思いますが、なんせね、沖縄には花粉がないということなので ね本当に羨ましい本当にこの沖縄行きたい、はい、はい、はい、スターワールドチャンネル、はいはい、ミスユニットバスって、ミスユニットバスがなんだ、ね、もわからなかったっていうフルに触れたっていうトイレとお風呂が一緒、ちょっとよくわからないですけど全然違うか、ミスユニットバスわかんなかったですね、はいはい、ということで、まあ、ということでぐらぐらと後半始まりましたけども、はい、でもね、花粉で鼻声がすごくて、もう喋れてるかなっていうことですけど、エリちゃんの声ってこんなやったかなっていうね。ね、自分でも今めっちゃこんな声だったっけなって思ってますけど、はい、あのヤンキーさんがエンタメメール送信してますってコメントをくださって、はい、早速映画コーナー行っちゃいますかね。はい、行きましょう。お願いします。
なんだろう。これはあれですね、エリちゃんの。これは私ですね。あ、でも次、先に私も行けますからね。先にエリちゃんの。メールが届いてないですね。はい、あら。あ、あらま。じゃあ、ちょっと見えない。まあ、はい。じゃあ、お願いします。その間に私の今週の映画紹介いこうかなと思います。テルマ&ルイーズという作品を見まして。知ってます？この作品。知らないです。初めて。知らないですよね。私も一回中学生の時に一回見てて、でもなんか、うる覚えだったんで、最近また見返したんですけど、女性二人の、が、主婦と、ウェイトレスをやってる女性、30代ぐらいの女性ですかね、二人で友達同士で、こう、旅に出かける、旅行をするっていう気分転換に旅行しに出かけた先で、事件に巻き込まれ、ただの楽しい旅行だったはずが、逃避攻撃に変わるっていう、映画なんですけど。すごいな。すごい、なんかちっちゃな罪を犯したがゆえに、それから逃げるためにすごく大きなことを繰り返していくみたいな、重ねていっちゃうみたいな、を、すごいコメディ調に描いてる作品で、ブラッド・ピットかな、めちゃくちゃ若いブラッド・ピットが、ブレイクする前のブラッド・ピットが出てきたりとか。ご出演しているんですね。すごい。コメディなんだけど、ちょっと悲劇みたいな。それでもなんか結構飛んでて、今の最新の映画じゃあんまり見ないなっていうような。作り方になってるんで。ぜひ見ていただけたらなと。ジャンキッチさんが見てますよ。あ、見てますよ。紹介を考えてましたと言ってます。この映画に関して。おー。意気投合。意気投合できた。一心二心。あ、ひふみさんも見たことある。はいはい。皆さん、こんにちは。意外と、なんか、見てるんだ。見つかったので、じゃあ。あ、ヤンキツさんのメールを読んでいただけますかね。はい、ありがとう。はい、リオちゃん、エリちゃん、のんちゃん、こんにちは。ヤンキツの映画紹介。本日はエリちゃんが 99% 見てそう。コーダ愛の歌2021年ドラマコメディ。4人家族の中でただ一人耳が聞こえる高校生の少女は歌うことを夢見た家族のさまざまな問題を力に変えていく姿を描いたヒューマンドラマ。聞こえない耳に届く最高に生かした歌声が感動を届ける作品です。とのことです。あ、それ私も見たかもしれん。なんかテレビでやってたかもしれない。あ、テレビでやってたかもしれない。なんか私も一回紹介しました。あ、よしかな。あれか。私はこの映画大好きです。そうだ。見たかもしれん。見たかもしれん。お、珍しい。リオさんが。もう一回ちゃんと後で調べてみよう。エリちゃんの説明を聞いただけで、もう見た気になってるのかもしれないし。見た気になってるかもしれないけど。その可能性もちょっと 60% ぐらい。テレビでもやってたかもしれない、ね。そう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 。なんか、それで見たような気もするなと。岡本さんが記憶が。記憶が。記憶がちょっと曖昧なので、ちょっと頑張っとこうかなと。いいな。ヤンキチさんのセンスいいんですよね、映画の。いや、なんかね、同じ日にさ、同じ映画紹介して、る日がいつか来るかもしれんよね。ね、これって被ってる日が。そう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 。奇跡ですよね。それはめっちゃ奇跡。うん、いつかそうなることを願い。そうそうそう。ありがとうございます。埼玉の坊さんもコメントありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。
はい、ということで映画のコーナー終わりにしようかなと思います。はい、はい、まあこんな、こんな声でセルフテンションでセルフほどでもないんですけども、あの、一つ私から告知がございます。はい、告知。4月の1日からですね、始まります。NHK 朝の連続テレビ小説、グランニツバという作品に、少しだけ出演させていただきます。すごい。おめでとうございます。すごいや。朝ドラデビュー。朝ドラデビュー。そう、あのもうね、ウォーリーを探せ状態かもしれないけども、あの、レギュラーで 何週間かは出てますので。すごいよ。もしよかったら見つけていただけたらなと。4月1日はい。4月1日スタートの朝ドラですね。すごいよ。学校の同級生、主人公が通う法律の学校の同級生の一人として、出ておりますので、よかったら見つけてみてください。楽しみー。はい。ね、あの、撮影が、エリーを探す。エリーを探す。そうそうそう。そういう楽しみ方もね、結構ありかもしれない。もう内容入って、もうエリーちゃんちょっと内容ない。毎朝エリーを探せ。早起きしないといけないです。15分探して、一生見つけられたって、そういう新コーナー始まっちゃうかもしれませんけども。撮影でね、はい、結構遠くまで行ってたって聞いてたので。去年とかね、結構後半の方全然お休み、この番組お休みさせてもらってた時は、それの撮影に行ってました。あ、コメントでね、ヤンキチさんから CM、あの、郵便局の。郵便局の品ですか？私まだ出てないんですよ。私も。これあれ、5ポイントぐらいもらえる。郵便局の CM やってます？テレビで。何回もずっと、そろそろ郵便局かなとか言って思って、あの CM を最近楽しみに見てるんですけど。私も2回ぐらいしか自分でも見てないですけどね。これ多分検索したら見れるんかな。こっちで検索、なんか。あ、多分 YouTube とかで見れると思う。あ、なるほど。そっちで見よう。高尾さん、10回見つけるとプレゼント。それあるかもしれないですね。10回見たよって、なんか、写真で10回撮ってくれたら、なんかプレゼント。いいですね。朝がチャンスよ。朝がチャンス。朝がチャンスなんですか。朝にやってるってこと？そうなのかな？なんかなんですかね。出会わなくて、その CD に。最近見ない。まあ、テレビはあんまり見てないですけど、最近見ないですね。そうか、YouTube で検索するという技があったよね。うん、なるほど、はい。検索してみよう。はい。ということで、よかったらね、まあ、CM も、ドラマも、見つけてみてもらえたら嬉しいです。うん、ということで、今日のテーマ、はい、いきたいと思います。はい。なんだっけ本当に、頭がね、花粉症って本当にほっとするんですよ。ごめんなさい。そう、2024年ね、始まってもう3月ですよ。はい。ね。3月。早い。もう経っちゃいます。早いな、ということで、2024年、うん、始めてみたこと、もしくはこれから始めてみようかなって思ってること、うん、なんかありますか？と思って。なるほど。もう、まだ始めたことはないんですけど、始めてみようかなと思ってるのは、うん、やっぱりちょっと健康には気を使おうということでね。それなんか、去年の死ぬ、なんか言ってませんでした？そうそう、今年の目標が、健康やから、そう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 、まだ健康診断とかもう何年もね、ちょっとやってないんで、ちょっと一回そろそろ、ね、やろうかなとか。あとは献血に人生で初めて行ってみたいなとか、そういうことはやってみたいなと思いつつ。うん、人間ドック、ね、人間ドックとか。人間。そこまでのやつではなく、ね、一回、うん、一回手前段階で、そこでも引っかかったらするけど。一応ね、健康だと思ってるので、自分自身は。確かにね。そう。けどやっぱね、ちょっと、うん、
気を使っていこうかなと。健康ですね。うん、右腕ゴリラさんは、やっとチョコザップ通い始めました。うん、いいですね。ちょっとね、結果とかをね、1ヶ月、ね、2ヶ月後ぐらいにまたね。左腕ゴリラにもなりましたって。そうそうそう。左手も来て。ひふみさんは。そうか、引っ越しだ。あ、そうか。沖縄にね、変えられるということだったので。うん、楽しいですね。ひふみさんは、自分4月からカルチャースクールでカホンの講師始めます。すごい、先生。すごい。すごい。かっこいい。いいですね。ヘルニアは健康と関係ありますか？腰だから、めちゃくちゃ。めっちゃ健康なんじゃないですか、うん、健康と関係あるのか。痛いですね。痛めたら健康的な生活できないですね。そうか、運動が必要ですね。まめな、こまめな、こまめなね。エリちゃんは始めたことは？私は、今年から、読者の時間を再開しました。何年か前までは割とずっと読書してたんですけど。それはどういう本を、小説とか。小説。もう全然読まなくなってて、今年入ってから読書する時間を、もうほんとちょっとずつですけど、取って、でも月に 1冊ぐらい、1ヶ月で1冊ぐらいのペースで、ゆっくり、ですけど、いいね、ちゃんと継続してまだ3ヶ月続いてるんで。おー。すごい。すごい。それは、あれ？本、買うの？それともなんか今、電子書籍とかなんかある？ね、読み物は紙じゃないとダメなタイプで。なるほど。さすが。さすが台本を読んでるだけ。でも、そう、だから台本も今データ化しちゃってて、そうなん？携帯とかになると、覚えられないんですよね。ねえ。だからわざわざコピーして。コピーして。大変。なるから。紙でくださいって。そう。だから電子書籍も多分読めないですね。うん、ああ。漫画とかは多分読めるけど、書籍になると多分読めない。うんうんうん、なるほどね。そう、読書か。いいね。いいですね。始めました。のんちゃんは、始めたことや始めてみようと思ってること。私、最近始めたことが一個あって、御朱印をもらいに行くっていう。お、うん、お寺に。リオさんと一緒じゃないですか。いいや。そうなんですか。最近、太宰府に行って、御朱印デビューをしました。お、いいね。リオさんも集めてますよね。そう、集めてたんやけど、なんか、ご利益なんていうのが1年で、切れるよみたいな、うん、あ、そうなんですか。へえ、そうかみたいな。でもなんかなんていうの、旅の思い出やし、はいはいはい。で、一応どこ行ったかわかりますもんね。そうそう、2冊ぐらいにはなったよ。すごい。すごい、あれ結構なページありますね、裏と思って。結構ある。そうそうそう、ノート1冊みたいな感じにありますよね。そう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 、結構2冊目ぐらいに入った感じかなって。すごい。いいね。なんかまた新しい。ご朱印増えた。これからいっぱい集めようかなと思って。ああ、いいですね。おすすめの神社あったら教えてください。本当や、良かったところがあったら。ね、なんか、カエル寺ってとこも行ったんですけど。ご朱印にカエルが書いてあって可愛かった。可愛い、可愛い。なんかね、はい、今ちょっとこだわったご朱印が結構あるんでね、なんか場所場所で。ね、おしゃれなご朱印とかありますよね。うん。なんかもう普通に色ついてて、なんかめっちゃおしゃれな。楽しみですね。書いてもらいに行くの。はい。いいね、みんな。いいですね。いい感じ。いいこと始めてますね、はい。では一旦ここで CM 入っておきましょうかね。はい、はい。こんにちは。はい。ダーさん、のんちゃんだ。そうなんですよ。のんちゃん、今日久々
なんです。ね、なんか売れてるの。ヤンポーさんがタイムスに乗っていた FM 技能の作業の写真に写っていたのはなんちゃんですかって。作業中の写真を隠し撮りされてたのかもしれない。知らぬ間に知らぬ間に。おカープボーイさんも御朱印、僕ももう少し2発目がおるけど沖縄で言えば琉球、琉球発射ね、発射は、回ってみるといいと思うよ、7つしかないけどとね。私もなんか沖縄に出張行かせてもらってた時に5社ぐらい回らせてもらって、うん、なんかすっごい遠いところが。何見てたら、これはちょっととか、なんかその、御朱印もらえる場所に人がいないとか、なんかタイミング見計らっていかんかったら、人がいないよっていうのがネットに書いてあったりとかしてたんで、難しいと思いながらね、ありましたけど。のんちゃん、ライブ残念だったね。次があるよ、というコメントが。うん。はい。うん、あー。あら。今ね、ちょっとインフルエンザとかいろいろね、流行ってるからね、コロナもね、またね。りおちゃん、そこは朝そう。はい、ズボ浅い方です。はーい。スターワールドチャンネル。はい。ではね、最後はクイズをして終わりたいなと思いますが、いや、なんか衝撃的なニュースがね、二つあったじゃないですか。ドラゴンボールの作者と、ちびまる子ちゃんの声の方と亡くなりになられたということでね。もうやっぱ、アニメはね、ずっと続いていくと思うんで、アニメクイズでちょっと、やっていきたいなと思ってるんですけど、先に一問目がドラゴンボールのクイズをしたいなと思います。どっちにしようかな。得意な人多いなんじゃないですか。ね、きっとね。じゃあ1問目、魔人ブーの好物、魔人ブーの好物は何でしょう。1番お肉、2番ラーメン、3番お菓子。はい、魔人ブーの好物は1番お肉、2番ラーメン、3番お菓子。はい。よっしゃ来たーというこれが。ゆふみさん、てみち。好物、人間かなって怖い。はい、お二人は2番で。2番。はい。はい、分かれました。ゆきさん、レア肉。はい、分かれております。では、正解は、3番のお菓子です。結構正解者多かったですね。おかしいね。じゃあもう一問はちょっとまるちゃんのクイズいこうかな。はい。うん。じゃあ、好物つながりで。はい。まるちゃんの好きな食べ物は、はい、まるちゃんの好きな食べ物は、1番、クッキー、2番、ハンバーグ、3番、カレー。まるちゃんの全部好きでしょ。全部好きだよ。好きな食べ物は、1番クッキー、2番ハンバーグ、3番カレー。はい、まるこちゃんの。思うけどなーカープボーイさん、静岡おでん。さすがにね、確かに静岡だからね。じゃあ、カレーで。カレー。はい。のんちゃんカレー。2番にしとこうかな。2番、ハンバーグ。お、分かれましたね。ハミーの、はい、もう静岡のね、静岡を締め切ってますが。右腕ゴリラさんに関してはカレー、漢字が間違えてます、ね、漢字になって、カタカナが漢字になってますね、もう。沖縄大好きさんは沖縄そば。そばね。もう沖縄大好きだから、本当に。では、正解に行きたいと思いますが、正解は、はい、
はい、2番、エリちゃん正解です。ハンバーグ。2問連続。すごいね。静岡もね、ハンバーグありますからね。そうなの。あ、なんかあれやね、爽やかやったっけ？爽やか。爽やか。あれ行ってみたいのよね、爽やか。ハンバーグ。静岡県にしかない みたいですが。ね、うん、当たった、あとシーサーさんも来てます。今はね、ちょっと時間が。きっとないので、うん、2問で終わろうかなと思いますが、食べ物つながりでね、うん、どちらもクイズさせていただきました。アニメのクイズ皆さん結構得意なんじゃないですか？ね、得意そう。ね、ね。そうそう、だからちょいちょい入れていこうかなと。ね、ドラゴンボールとかその、うん、あれとかは、うん、結構ね、世代なんじゃないかなと。世代ね。うん、はい。ということで、難しかったようと。はい、はい、ということで今週もはい、皆さんありがとうございます。来週も土曜日17時からのスターワールドチャンネルよろしくお願いします。では皆さん、ほんまおきに、また来週きにー。